皆さんご機嫌いかがですか？イギミンです。ロレックスのベルトのコマネジが外れてしまった時や折れてしまった時、ちょうどいいコマネジがあると便利ですよね。ユーマルシェではロレックス対応の汎用ネジを販売しています。しかし細かくサイズが分かれており、どのサイズを選べばいいのか迷ってしまう。今回はコマネジの選び方を解説していきます。まずはどのコマネジが該当するのか判断していきましょう。ベルトのバンドナンバーを確認する。もう中留めの形状で大体わかるものですか？バンドの中留めの形状で、手っ取り早いのは中留めのところに刻印があるかどうかを確認してもらう。大体こういうところに、ここに書いてあるから内側ですね。ここに書いてある。これが番号、この78いくつとかって。こちらの番号は78790でした。で、中にはここに書いてある場合もあるんですよ。多分3連は結構多いかもしれない。3連タイプはここにも書いてある。で、旧タイプは大体同じところに番号が。この場合はここに書いてますよ。自分はまずここに書いてます。書いてあるのは3連の。少し見にくいですが、62510H と書いてあります。はい。新タイプは番号が、ね、入ってないんですよ。ここにいろいろ書いてあるんだけど、ここにはバンドコードが入ってないのが多いんですよね。どこで見るか。バンドを隠さなきゃいけないんですよ。このバンドを外してもらうと、ここに書いてあるんですよ。バンドコード。耳管の中に書いてあるから、ぱっと見わかんないんですよね。70190と刻印されています。そう、一番わかりやすいのは耳管が一体になっているからですね。バンド、あ、こう要は中止めに番号がないやつはここに書いてあることが多いので、バンド外さないとわからない。なるほど。ベルトを外すにはバネ棒外しなどを使用してください。コマネジのサイズを測る。バンドについてる、まず純正のコマを外してもらって、外してもらってで測るのは、測るのはまずここ、全長、長さ、長さ10、この番号でいくと 15.5 ぐらい、太さ1.67、1.7 ぐらいかな、太さ。はい。太さ。と、今度はネジのところの、ネジのところをちょっと、まあ、先端でやっちゃうと、この溝の中入っちゃうと、寸法狂っちゃうから。はいはい。溝の外側で測る。そう、この先端でやっちゃうと、こう、薄いから、この溝に入っちゃうから、入っちゃうから、正確な数字測れないから、この、面の広いところで測れば、だいたい 1.3 ぐらいで、ネジの太さが、これでいうところの、これが一番近いのかな、 S15 ってやつか。ちょっと短いからかな、長さが15だから、汎用だからってことですね。そこはもう干渉がない。そんなに極端に短いわけじゃないんで、0.5 ぐらいしか差がないんで。これに、このバンドに関しては S15 がぴったりありますよ。これをちょっと測りましょうか。これはこれに長さを測って、これ 15.5。幅これは短いかな。
幅がですね 1.2、はい、ネジの太さが 1.2 ぐらいですね。これは、はい、この誤差はそこまで大丈夫なんです、うん、ということは 15.5 の12の 1.2 S12 が一応該当するかな。0.012 とかっていう場合はそこまで、うん、誤差があるから多分大丈夫だと思います。そこはネジの部分もちょっと短いからネジの部分がちょっと短いからちょっとネジ側が引っ込んじゃってて、うーん、はい、なおかつあのドライバー入れる方がちょっと出っ張っちゃってる。この部分をヤスリで削って平らにしてあげれば、まあだから加工するとなればちょっと長いところをちょっと削ってあげるっていう作業は必要かもしれないですね。ダイヤモンドヤスリみたいなやつとか、うん、それがあればいいけど普通のヤスリでも大丈夫、砥石でもいいし。ああ、うん。ネジの部分が結構深いから、多少削ってもドライバーそのまま使えるので、ね。どうしても汎用品なので完璧にぴったりっていうわけにはいかないですけど、若干切れちゃうとかっていうところは多少削っていただいたりとか、うん、でこの駒の位置によって若干の誤差があるから こっちではぴったりだけどこっちだとか、うん、うん、変わらないかもしれないね。 15.5 の 11.2 多分ここと一緒だと思います、うん、1.4、うん、じゃあここですね。やっぱり3連の男持ちは意外と S15 でだいたい合っちゃうかもしれないですね。ボーイズになると長さが変わってくる可能性があるから削って調整するとかそんな感じになると思います。いかがでしたか？コマネジを選ぶ参考になると嬉しいです。御徒町にある伊気見商店本店では、店頭でコマネジに関する相談を受け付けています。また、ゆーマルシェでもご相談できますので、ご購入前にぜひお問い合わせください。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。